信頼切り。ありがとうございます。さあ信頼切り始まりました。前回の立花さん来ていただきまして、アリア結構こうなんかね、いい見せ場がないままダラダラと終わってしまうようなこう残念な実戦ではございましたが、今日こそはというところで、強力な助っ人もお呼びしております。一緒に次第行きました。この方です。お願いします。ゴブリン、やるゴブリン、どうもやるゴブリンですということで、はい、やるゴブリンをお迎えしての本日は、ゴブリンスレイヤーを実践していこうということでございますので、まあ、人気な機種なんで、はい、ちょっと取れるかどうか分かりません。まずそこめっちゃ大事です。ただまあ台数ここ結構あるんで、それを考えると大丈夫かなと思うんですが、よっぽどやね、はい、今のところね、で、ゴブリンスレイヤーは上位のラッシュあるじゃないですか。我々行ったじゃないですか、アルティメットループ。アルティメットループ。もうあれにぶち込んでこそなんで。そうね。欲しいっすね。まあ、あとは、ゴブ揃い。ああ、ゴブ揃い。8、9、2。これの収録のためにじゃないんですけど、はい、ちょっと別のあれで打ちまして、ゴブ揃ってきました。ナイススレイヤー。ありがとうございます。ナイススレイ。ボコボコにしてやりました、ゴブリン。やったやった。7セット目で負けてやりました。8までいけばね、アルティメットループなんですけどね、はい、っていうところで僕もその負けられない思い今日背負ってきてますので、はい、野郎さんに協力していただいて、これ勝ったら視聴者プレゼントをするっていう番組なんですよ。あ、なるほど、はい、勝ったら勝った分だけ視聴者プレゼントにっていうことなんで、うん、大丈夫ですか。2人合わせて1万8000枚とかなります。マジでいきますよ本当に。それはゲンちゃん2台プレゼントっすわ。ゲンちゃん2台、はい、ディオでディオとビーノでお願いします。我々だから現在2台を目指して、はい、今日はゴブスレー戦っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、はい、早速ゴブリンスレーやっていきたいと思います。よっしゃ。ちょっと打ち方説明させていただきます。お願いします。難しいんでよく聞いておいてください。難しいんだ。全リール適当値でございます。やったぜおこぼしの心配なしやったぜ、助かるぜ。はい、もう簡単なんで目押しもいらないです。やったぜ、ありがてえ。ただちょっとこれ意識すればおもろいよっていう打ち方なんかはあったりするんですけど、はいはい、まあ、またそれは後で説明させていただきます。おいおい、本気の流れからいきましょう。お願いします。本気はですね、ゴブリンスレイヤーラッシュというものを目指していただきます。はい、純増 2.7 枚1セット100ゲーム、はい、100ゲーム、はい、ループ率のモードが3つありますよっていうような AT を目指していただき、はい、そこからこう上位の AT っていう言い方をするのが正しいか分からないですけど、はい、アルティメットループというものを目指していただくというようなゲーム性になってますんで、アルティメットループに行くとなんと純増が 5.0 枚100ゲーム、継続率は約 82% と終わらんっすね。だから本当こう、まあ、パチンコライクというか、確かに、はい、500枚、約500枚が約 82%、 素晴らしいな、すげえ強力です。でそこを目指す過程、大事になってくるのがチャンスゾーンになりますよ。チャンスゾーンで、チャンスゾーンに大事な要素、液晶上に全て揃ってます。はい、まず一つ目、はい、左からいきましょう。スイカ、はい、スイカ、このスイカのカウンターがあります。これ3の倍数ごとでチャンスゾーンの抽選をします。抽選、普段は青色なんですが、変更後とかチャンスゾーン後に関しては赤色になってます。今ね、高い目メラメラしてる、期待度高めです。でもう一個大事なのが、このリール、はい、液晶上のリールですね。まあ、チェリーが3つ揃ったりしたら強チェリー、うんうん、これがそのままチャンスゾーンの抽選をしてくれますよと、うん、そしてもう一つ、はい、ゲーム数、はい、100、300、500でチャンスゾーン抽選、100、300、500、はい、600、1000、1500で AT を抽選と。なるほど。で1500に関しては天井なんで天井 AT 確定でございます。でもう一個、はい、履歴、履歴、例えばレア子役2連枠内2つとか、はいはい、リプレイ3連とか、ベル2連とかでチャンスゾーンの抽選をしてますよと、うんうんうん、なんでチャンスゾーンの抽選に関してはこの4つ、液晶に見えてるこの4つがとても大事になってきます。わかりやすい、はい、であとはチャンスゾーンにもこう3種類あって期待度が異なったりとか、うんうん、AT 中も大事な要素があったりするんですが、それはつどつど言っていきたいなと思いますんで、はい、ちなみに天井行くとなんか1500って深いんですけど、なんか恩恵みたいなもらえたりするんですか。深いんですが、はい、恩恵がですね、はい、なんと一番下の継続率、これ一番下の継続率が 52% モードと言われてますが、はいはい、52% モード or 一番上の 80% モード、はあ、これ1対1です。1対1、はい、50% で後で AT の説明を詳しくしたいなと思うんですが
80% モード選ばれた時には、うん、もうアルティメットループ行っちゃってください。もういけます。いける、はい、いけます。頑張りゃいけます。で結構逆に言うと、うん、52% モード選ばれた時には、はいはい、むずいっす。だよね、はい、引き強せんと届かんっす。そうよね、はい、で今履歴がある状態でスイカ2つ目引きました、はいはい、これが履歴ある状態で強チェリーならチャンスの確定。はーで3つ目に当たる履歴2つある状態でレア子役引いた時、それはジャクチェとかスイカデカでもチャンスの確定です。あー3つ、はい、枠内3つ、枠内3つ、それプラス1個やった時には AT も確定なんで、まあ、なかなかむずいですけど先に言っときます。はい、ハマります。ハマるよね、ハマるんよ。ハマるんすよ。簡単な台ではない、ではない。あ、ただまあ AT 行った時にはそのアルティメットループじゃない方でも、あのゴブリンスレイヤーラッシュでも純増 2.7 万100ゲーム、うん、まあ、なんか起こすきっかけには確かに、はい、100ゲームあればね、はい、で今、この本物のリールの方で、はいはい、黄色い図柄が右斜め上に揃っていました、はい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 、これ共通ベルです。共通ベル設定差あると言われてます。なるほど、出現率にやっぱ AT の初当たり設定差あるんですけど、はは、まあ展開次第みたいなとこもあるし、あんまりそこばっかり見てても、まあ、設定見抜けるようなもんでもないかなと思ってます。ははは、設定差のない子役に関しては、はいはいはい、まあ、ジャックチェリー42分の1、強チェリー327分の1、スイカは80分の1、はあはあ、であとチャンス目というものがありまして、はあ、まあ、チャンス目何って聞かれたらちょっと難しいんですけど、はあはあ、おっとこれは熱い前兆やぞ。ああ行きましたね。これ何で行ったんや。あ、だから枠内のスイカじゃない。あ、枠内スイカか。ああ、ちょっと回したけどな。いやなんかねイメージね結構前兆は長いイメージはある、はい、ある。なるほど、うんうんうん、ちょっとごめんなさい、喋りながらやったらちょっとふわふわしてましたけど、悪くない気すんな。バトルと液晶上に図柄が3つ取れました。これでチャンスゾーン突入です。青緑赤あります。もちろん赤の方が熱い。青一発目ね結構緑とか出てる人が多かった気がします。実戦上僕の中の青に関しては来たと 33% ぐらいです。 33% ぐらいか、ちょっときつい。あ、10ゲームの間に子役レア役を引くことができれば引きましたね。これでステップアップします。ランクアップで上に行けば行くほどチャンスとなりますが、10ゲームの間に1回も子役引けなかったらリセットされて、もう10ゲームもらえます。その10ゲームで引けへんかったら AT 確定しますんで、うん、むしろそっちの方が簡単なんじゃねえかと思うような。なるほど、最初リプレイとかベルとかなんや引いて30体ぐらいまで上げて、最後レア役フィニッシュ20、10まで持っていくみたいなイメージが。お、いいよ、スイカ。はい、30までいったよ。 ここでもう一回なんか引ければ。お、リプレイどう？ダメ。ダメ。だから順番逆なんよな。リプレイからスイカ欲しかったな。ただ30体撃破しろぐらいが目指すべき1個のラインだと思ってます僕は。さあこれでどうかと。お、赤いよ。お、燃えてる。まあ第一、あ、なるほど。ここでチェリーどうなの。どうなのこれ、当たってもおかしくない気するぞ。さあボタンで一撃決まります。頼む。ああ、悔しすぎる。あ、アーシュもチャンスゾーンです。ゲーム数ですかね。ゲーム数っぽいね。でチャンス終了後は、あ、いいですね、ふわふわっとこう羽が舞ったんですけど、はい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 、白よりも黒い羽の方がチャンスと。何がチャンスかは分かりません。そこはさ大事じゃん。なんで分かんない。緑ですね。期待度約 45%、はい、やったことあるチャンスゾーンですね。やったことあるね、はい、これはね、どっかで1回はやってます。どっかでやったことがある、はい、青が揃えばという、はい、で大事なのは1回この突入時のゲーム数見ておいてください。118ゲームです、はい、40ゲーム経過で当たりです。40ゲームだから、158ゲームまで耐えれば当たり、当たりチャンスゾーン観天井ですね。はい、それがね、だけど赤カットインバンみたいな、ね、あ、欲しいですね。ああ、3回狙わせてもらえると。早速来た。で大事な要素もあります、はい、1回止めてください。青の場合、青のカットインの場合、はい、上中段、これがデフォルトです。ほうほう、これが中下段に止まった時とかは青でも結構熱いです。なるほど、はい、ちょっと矛盾というか、はい、
意外と僕結構ソロイメージあります。ソロイメージ、はい、おい強制、いや くダメした、ダメで、レバオンで羽が白、あーもったいない。今これ強制スイカ引いたんですけど、順序逆やったらチャンスの角でした。へえ、はい、ただこのスイカでこれ3つ目溜まりました。設定変更後に関してはチャンスです、はい、チャンス、あ設定1でも 66%6 だと 70% ぐらいあります。へえ、まあ1の関係ないですね、ここに関してはもう朝一スイカ3つ揃えた時にはもうチャンスを持ってこいと。なんかだからちょっとこう絆チックな要素もありながら、ここら辺がね、はい、なんかちょっとね、でここもなんかちょっと神々のなんか、はい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 、神々チックな要素もあり、初打ちなんだけどこれ多分こういうことなんだろうなって予想しやすいというか、はい、だからリップさんからチャンスの抽選してますけど、リップ読んでチャンスを確定、まあリップさんでチャンスの出てきたらそれは多分設定差あるんちゃうかなって、まあ、そうよね、はい、っていうことよね、はい、前兆自体は悪くない。さあ8点で、だいたいゴブリンを探していきます、はい、タイトル赤とかだと期待度グッと上がります。これ液晶状煽ってるよ、こういう時チャンス、よーい。で、スイカのカウンターの方からの場合は初ドって出ます。だから多分これ強調じゃなかったねっていう。さあバトル2回目のチャンスの、これチャンスの結構取れてますんでね、うん、ここでリプレイどう不採用、おすごい、あすごいっすね、強制オアチャンスゾーン、弱チェはないんかな、強制、おあ先生蝶々が剣に止まりましたけど、いや初めて見ました。それはもうちょっとカバネリっぽさもあるんですか、ね、あしかも枠内に、あナイス強制スイカ。さあラスト10ゲーム目、ここで子役じゃなかったら継続、最低やななんか共通ベルやて、おい差がありますから、イラ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 、いらんタイミングやの、はい、さすがにね、それはね無駄無駄、そんなもん邪魔邪魔邪魔、鬼邪魔です。おで追加も3回目、あいいっすね、一発目チャンスですから、ざわざわ。変更時 AT 終了時以外の赤いカウンターに関して、まあ、チャンスの終了後なんですけど、これは 43% から 50% 結構この追加でのこれとのループ大事っすね。 あれチャンスを行かなかったら青い簡単に戻っちゃうんで、その場合、まあ、1でも6でも期待度下がるんで、はいはい、ここで取り続けるっていうのが大事っす。なるほど、煽ってるよ。さあどうだ、何にせよ行ってほしいっすね。おっしゃ、わあ。スイカだったってことやね、だと思います。強制では行ってなかったんだ、はい、スイカで行った、青いっぱい引こう、お素晴らしい、チェリーもう一丁やな、もう一丁。ちなみに履歴レア役2個で AT です。うわあ、けどあと2ゲームしかないから、引け引け、緑、このジャッジゲームの2ゲーム目、つまり次のゲームでレア役なら確定です。うわぁ、イメージレア役のイメージ、チェリー、ただかっ、あんあーダメ、あーダメ、でもチャンスを2回ずつか、うん、優秀っすね、早いね、早いっすね、まあ、チャンスの出現率設定差ありますからたくさん出てくれば出てくるほどいい台。僕昨日一昨日とゴブスレ打ってまして、ほう、あの1個は収録で打ったんですけど、まあ、だからどっちで打ったかはちょっと内緒として、ゴブゾロイ引いた時にはいきなり風吹きました。あーいいねー、
自分にしか分かんない、はい、無演出です。うえー渋ー。ゲーム数は何だっけ、300? 100、300、500です。100、300、500、はい、で AT は600、1000、1500。600、1000、1500。ちなみにどこで当たっても天井恩恵もらえます。おーゲーム数だった場合は。素晴らしい。これ何の前兆なんやろな。弱地しか引いてないけど300のとこかな。いや多分ね、踏んでからなイメージなんですよ、ね、あ野郎さんの1回目のやつみたいな120ゲームぐらいでいくイメージがあるんですけど、まあでも変更後に関してはなんかゲーム数ずれますみたいなのとかあるかもしれないです。ああダメでしたか。いやゴブゾロ引きたいな。いつ引いても恩恵まあまあ強いっていう要素ありますんでね。まあ引かないとというところもあるよねやっぱね。そうっすね、逆に言うと。あ弱地か。ちなみにこれ右リール狙っていただいたら上段にボーナス柄止まった時強地です。へえ弱地。ただこれ枠内2個あるよ。引け。あこれが300のところかな。煽ってきた。はいはいはい。僕なかったんでその煽りが、だからただただ煽りがないのかもしかしたら手前なのか、はあはあ、だから1回目のチャンスゾーンも100のところであった可能性がありますね。いけ。おっしゃ。え？いったいった。そのまま。これ2回連続ゲーム数からいってません。ゲーム数でいってる。青3回目ですね、はい、緑青々と来てますから。ここでレーク引くしかない。ダメ、はあ、で僕1回あの突入時に枠レインボー光ってそのまま当たったことがあって、チャンスゾーン天井みたいなのがあるのか、はあはあ、そのあたりもちょっと注目してもらった方が、その謎が解ければ、はい、設定推測につながるかもしれないです。さあ3回目。わ頑張れ。オッケー。ナイス。よしよしよし。行きます ね, ね。チャンスゾーン。スイカが仕事する。スイカカウンターが。レア役も軽くないんでね。あら。そうなんよ。軽くないんよ。けどあと1ゲームしかない。もう一丁。お、あら。復活？へー。お、ウィンではない。ウィンではない。決してウィンではない。何回目のチャンスオンでしたっけ？緑、青、青、青、4回目。4回目。なるほど。的なやつがあるのかな。まあ、いや、わかんないですね。わかんないですけど。けど、そういう系の復活の仕方だったよね。はい、こう普通に、次ゲームレバウンでレインボーパーン、はい、まだですみたいなじゃなくて、こう、なんかね。そうでしたね。そんな感じはした。はい、よしよしよし。限りなく14本に近い15本。なるほど、なるほど。まずは1回目、初当たり。いやーよしよし素晴らしい。まずはね、あゲーム数からいったゲーム数、はい、あもうチャンス、ちょっと待っててください。待っとこう、待っとこう、一緒に行きますわ。うん、一緒に行こう。ゴブリンスレアミッション。これは北斗 33%。 いやー40体撃破しろか。お1ゲーム早いお化け。1ゲーム早いお化けです。あそうか、こ次かここ。からのない、綺麗な羽だ。ここに引いてよ。おいおやってんなこれ。妖怪1ゲーム早いと1ゲーム遅いが同時にやってきよった。うーわやってるわ。まあいいでしょう。すいません、先に行かせてもらいましょう。やっちゃってください。順蔵 2.7 枚、はい、1セット100ゲームです。そこちなみに押し順当てたらオーブがもらえます。大事なんよね、だからね。大事です、意外と大事なんですよ。始まる前から戦いは始まってます多分な、
中を押した時点で黄色真ん中やったら多分第一って正解です。なるほど、右は不明です。だから正解です。2択で、この時にテンパイオンが鳴ります、はい、これ大事です、はい、聞いてください。ゴブリン大事だ。ゴブリンスレイが喋った場合は一番下なんじゃないかって言われてます、ね、ギャー、そういうのもあんだね、はい、であとは突入の画面、ゴブリンスレイが出てきたんでデフォルトです。これはデフォルト、はい、なるほど。これが女神官、女神官の場合は 62% ループモード以上確定したり、なるほど、黒い ゴブリンスレイヤーになったらこれも 80% も確定だとか。いきましょう、お願いします。さあさあ内部的にループモード3つあります、はい、52% ループモード、 62% ループモード、 80% ループモードの3つがありまして、はい、どれかに属しています、はい、とで大事ですね。液晶上部にあるオーブを貯めていくことがとても大事になっているんですが、レア役であったり子役の連チャンであったり今止めていただいたそのカットインであったり、それでオーブを貯めていただくと、オーブが3つ貯まれば継続率 10% 以上が上乗せされて、それが100ゲーム消化後の継続ジャッジでの継続率にそのままつながると、はい、普段は履歴のためでしか機能しないジャックチェリーなんかも、あの月下ステージっていう特殊ステージへの移行抽選してまして、あの右第一のカットインがたくさん来やすくなるっていう抽選しますんで、弱チェなんかも輝きます。これね、あーでも来ますね、うん、これでベル4、こっからさあこれ3個た1回たまりました。継続率が 10% アップと、でまだベル連してますからもっとつなげて、つなげられない。まあけどこのベルを連続で引くゲーム性でいうとさ、やっぱ5回目から乗るイメージが強いじゃない、はい、はい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 、けど必ずしもではないんよね、必ずしもではないです、うん、5連以降で何パーセントかで抽選してるってことだね、オーブ獲得4連以降ですね、4連以降か、はい、4連以降履歴が全部埋まったらです。で1回乗っちゃったら以降は全部乗ります。はあ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 、うまい。さらに4連もダブ取りありますからね、ダブ取り、ダブ取りせないかん絶対。いやうまい、まだ続いてるよ、頼む頼む、いい、これダブ取りね、ダブ取りきたー、ね、だからそっから先熱いよな。ベルでも上乗せ、右やったら倍、ベル引き続けろってまあみんな大好きなやつやね。いやそうっすね、5ゲーム以内にプチューンしたら継続です。ちなみにこの時敵に注目していただきたいんですが、はい、これ普通のホブゴブリン、ホブゴブリン、これがゴブリンロードっていう敵ならば倒した時 50% でアルティメットループいきます。そこを目指さないといけないですから、はい、3、5で出やすいです。3、5、なるほど、はい、だけどまずは目の前のホブゴブリンを、いや 60% はいけるけどな、いやいけますいけますね、頼むて。ちなみにまだ分かんないです。まだ分かんない、はい、ありますあります。なるほど
今終了画面仲間といたんですけど、はい、なんかあれいっぱいいるバージョンとか、あとはこう一枚絵みたいなこうキャラクターのとかがあったりするんで、まあそのあたりは設定しただろうなと。なるほど。まず今作からあの藤丸コインね、はい、はい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 、ありますね。金なら4ゴロですっていうような。あと AT 終了後32ゲーム以内に関しては引き戻しゾーンとなってます。ほう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 。今あの帯が出てると思うんですけど、ほうほうほう、レア役ヒクト的なだと思うんですけどね、うんうんうん。ちなみに引き戻したら続きからなんで、まあ、今はあれですけど、例えばアルティメットループで終わってもこれ、なるほど、はい、復帰したらアルティメットらしいんで、まあ初回はね、流れを見せたかったところもありますから。流れ見せたかったんなら一発継続欲しかったな間違いない間違いないわ。さっき野郎さんこの一発目チャンスを取った後、うん、もう一回スイカからチャンスを取ったじゃないですか、カウンターから。カウンターから、はい、あれ1だと 40% なんでね。ほー、なるほど、 44% とかなんで、はあはあ、そう考えるとそうなるか。まああってもおかしくないよねっていう。そうやね、はい。ちなみに通常時五分揃いの恩恵はですね、はいはい、まず AT が確定します。 AT が確定します、はい、でなおかつ裏ストックの抽選をしますよ。裏ストック、はい、内部的にストック持ってる抽選をします。でこれはもう詳細出てないですけど、うん、僕が昨日引いた感じ、まあ、7連目まで行ったんですけど、うん、40とかで通したやつが 2,3 回やったんですよ。はい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 。なんで2つ3つ取ったんかなっていうような感じでしたね。あと8分の1でアルティメット直行です。そこだよな、8分の1だけど、アルティメットループに行くと期待獲得枚数が3000と3000あるんで、まあごついよね。はい、なのでまあ5分揃いの獲得期待枚数は2000枚ちょっと。2000枚もあるんだ。はい、超えてくると。ちなみに僕は天井コースっすね。まあけど天井からの 80% 取ってギャンギャンした方がいいんじゃないかな。まあギャンギャンできれば。ああ、ちなみにお熱い演出が来た時はですね、はいはい、僕のおすすめは、はい、左リールに、ああそういうの、青図柄を狙っていただいて、青図柄で下段中下段まで滑った場合はチェリーです。チェリー、はい、で上中段の場合はチェリーオアリプレイで、熱い状況だと大体チェリーなんですよね。なるほど、はい、でもし黄色まで黄色中段まで滑ってきた場合は、ほう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 、レア役だとスイカなんですけど、ほうほう、熱いタイミングっていうのはスイカ以外の可能性もあると。なるほど、はい、ちょちょ。ちなみに600のところ1000のところでは AT 当選ならず1000超えです。よーし、6回目はチャンスゾーン、はい、うわうまい、うわうわ、枠2個確定だったと思います。なるほどな。さあ頑張れドワーフ。うわー、ありがとうございます。いい音。1082ゲーム、さあたくさんお金入ってますどうにかしてください、お願いします。ハテナナビちょうだい。さあほら、あほいほい、あ右、あー違う、中違う、あ下手いやここは中正解。おうまい。あ準備中超大事よね。あ大事です。めっちゃ来る、お願いお願い、あもう無理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 、あと1回だけやらしお願いお願い、あと1回だけやらしお願いお願いします。いやー、はい、すげえやらせてくれる。うれうれ、あ素晴らしい、うれうれ、おいいね、取った取りました。ジェッパー、まだ取ったか、おーすごい、あこんなま、欲しい欲しい、うえなるほど、デフォルト、お願い、いい画面ください、お願いします。あーゴブリンスレイヤーか、デフォルト、うまいわよ、はい、いいね、うまいわよ、ダブ取りあるよ、はい、うまい、ダブ、あうまい、いいね、スイカを引きつきます、あレア役2連、
違うんや、何かわからんわ何かわからんけどもろたー。わすげー引く、入れ枠ないっすよ。1個じゃ足りひんぞ。やってくれたろ、1個もくれへんやないか。あ、いや、煽ってる煽ってる。なるほど、そっちもあるか。おお、出た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 。おめでとう、いいっすね、ボーナスです。ゴブリンスレアボーナス20ゲーム1セットで、道中で、カットイン揃えると AT のストックします。なるほど、はい、大事ですね、ストックね、めちゃめちゃ大事です、はい、風来ました。マジ、天才や、あれです、ストック。先生質問です。はい、今1個ストックしたんでここは継続じゃないですか、はい、でこの継続期待度のパーセントを 100% にいった場合どうなるんですか、はい、100% にいった場合はですね V ストック使いません。使わない、 100% だったら使わない、はい、けど 95% だったら使っちゃいます。なるほど、だこれ正直ね今 40% で残り52ゲームなんで、うんうんうん、いいとこまでいくと思うんですけど、そうだね、100まではな、うんうん、でボーナスが終わったらゲーム数もらいます、うん、さあこのスイカメーターから、お、キョちゃんスイカメーターからですよ。なかなか仕事してくれるイメージはあるから、いやそうなんですよね、 赤スイカメーターのカウンターめっちゃ大事っすよ ね。お、赤タイトル。さあ100までは全然届きませんでした。62%、ただまあここはストック持ってるんで、なんかもったいなスイカ引きました多分いいね、さあ気持ちいいです。うー、みんな大好きブラックアウト、危ねー。継続したら報酬がもらえます、はい、でアルティメット直行っていうパターンもあるんですけど、基本は連撃です。基本はこのスペシャルムービーっていうのは何ですか。わかんないですけど今これね、ここの画面で、あ、ジャックか強調だったら1段階アップやったんですよね。で基本的には連撃なんですけど、上が大連撃、その上がアルティメットになってます。ただおい、おー、だから連撃から大連撃に上がりましたね多分。連撃見せてないのに急に大連撃かいって感じなんですけど、基本は一緒です。5ゲームの間にベルもしくはレア役で継続率アップの抽選をしてます。連撃なら最低 5%、 大連撃なら最低 10% 上がります。強すぎ、強いんだよな。だベル引くのがめっちゃ大事だ、言ったらベル10連したらもう継続だもんね。あ、そうです、あちゃーよで、ラスト0になってベル以外なら終わりです。ベルレア役以外なら終わりだから、逆に言うとベルレア役引き続ければ終わらない、終わりましたね、はい、少ないですだいたい3つぐらい取れるんで少ないですね。あ、来た、おいこればっかりだ。1回目ですか、チャンスゾーン。2回目、2回目、へえ。なんかあるよねけどね、なんかありそうな気しますね。絶対なんかあるよね結果。お助け丸ですね、おそらく。これは502ゲーム、よかったよかった。枠内1個ある状態での強制、これ3つじゃないかな、緑文字。あ、ボーナスの可能性もあるか。あ、そう、大連撃もらえることあんねや、すごい。いただきます。あ、もう始まってた、ちょっと言ってよ、あかん、あかん、あかん、まずい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 。え、終わんの、もしかして、え、もしかして終わる気、終わりはせんか。
なるほどなるほど。1個は1個は1個は、ね、最低1回は最低1回は1個は経過 OK。 じゃあ引いた時から始めよう。あ、じゃあいいじゃん。そうね、はい、そう逆に逆に今温存してんだよベルを。俺の大連撃を引いたところから始めよう。よしよしよし、大丈夫大丈夫、終わらんからだってこっからよ始めろ。いやーもうくそめでれず。ご舞台ご舞台、いつも通りですね。よし継続させよう。さあジャッジメン、ここのレバーオンで決まるって言ってた気がします。メーカーの人は試合行った時に 60% です。 60% リベンジ。さあ相手はホームゴブリン。なんかセリフ喋ってくれ。あー喋らん、長い。よし、うん、ナイス 60%。 ありがとうございます。連撃、普通の連撃は 5% です。レア役とか引けばね、銃とかもらえる時もあるんで頑張れれば。あーこのベルレン大連撃でやりたかったあーベル連撃大連撃でやりたかった。でもよ、でも上出来よ、でも上出来よ、そう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 、でも上出来、でも上出来、いいんだからいいんだから、やればやるほど得なんだから、いいよ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 、そう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 、来た来た、そうそう、これ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 よ、これこれ。あーいやいやけど素晴らしい素晴らしい。35番ようやった。ちなみに3セット目超大事です。はい、3と5は継続した後優遇されてます。ほうほう、報酬が、報酬がアルティメット直なんかも 10% ありますから。おお 10%。 はい、あー3つ素晴らしい。おいナイス、オーブ3つ 20% 乗せ。いやいや、手ぶらです。いやただ手ぶらの方にもお土産も出してくれ、基本30です。どういうこと、お土産基本30ですだよね。はい、もしかしたらあるんかもしれんすね。雑魚すぎてってやつですね雑魚用の救済はありますありますまあ80は絶対さすがに、さすがに、はい、赤文字ボーナスあるぞ、うん、長い、おー大連撃、追加一発大連撃、最高。80から見させてもらう。風吹いてるわ、もう先風が来ました、先風が素晴らしい素晴らしい、いい風。うん、連撃モード頼む、ベルクレ、よし、まだまだ頼む。あーない、あー85までけどラスト60にある。これ100までいけそうっすね、すごい。あーダメ 15%。 おお、もう 95% になってる。あと1個、えい、素晴らしい、これにて早いんだよな、継続確定 100% で 100% になった場合の残りゲーム数の間のレア役とかは何に回るんですか、はい、ボーナスだったと思いますレア役で超連撃一旦初めてで、もしかしたらループモードの影響あるかもしれんですね。なるほどね、だから僕は52にいると思ってましたけど62とかにいる可能性はあります。なるほど、はい、そういうのはあるかもね、かもしれんすよね。フリーズしてる、え、フリーズしてる、リールロック、引いたろう、引いた可能性はありますよね。まあ強制、まあ、ボーナスはもらったんじゃないですか。おう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 、引いた可能性大いにありますよ、ね、引いた可能性あるよ正直。いきます、左リール青狙う、
けただまあ、弱者やみたいなないからのみたいなない。あ、まあ、まあ、ボーナスかただまあここでストックすればでかい。でかい。なるほど、そんなバタンマンのかやってくれるの出るんじゃなかろうかと。あー、ここでだからゴブリンロード出てほしかったんすよね。そうやね、そういうことよね。ホブゴブリンか。ちなみにセット突入時に、おーすごい、あーそういうパターンも。セット突入時に報酬決まってます。はい、ここ継続したらあなたこれねみたいな。なるほど。 10% でアルティメット、ダメー、連撃 20%。 うーん、 47% やね。いや、なくはない数字。いや、全然あります、ね、全然あります。ただまお願い。あー、なるほど、難しいね。まあもう流れはねだいぶお伝えできたと思うんで、あとはやっぱ見たいっすよね。そういうこと、破壊力あるやつ。そう、8192とアルティメットループ。お、弱地から。あ、違う、新しく引いた。一個じゃ足りん、一個じゃ足りんのよ、頼む。続いてる。でも、うん、ジャッジメント待機中、続いてるってことは乗るやろ。おい、燃えてる。新しく引く。長い長い長っ。おぉ、うめぇ。いや、これやっぱこれ 62% なんちゃうかな、モード。あ、いいよ、ナイス、弱地 20% でかい。おぉ、一気に。あと2回引いてくれ。今 80% 頼む。よし、あと1回引いた。100頼む。うわ、おいいね、デンジャーから。いやー、ナイス 100% スイカで滑り込みやりましたね。危ねー。ホームゴブリンあるよ、ナビ出てないよ。チェリー割る、あー、ないか。リプレイから連撃 20%。 これでもう5まで来ましたから、すごい見えてきた。見えてきましたね、うん、ゆっくりですけど見えてきました、うんうん、お、よーし、気持ちいい。即ボタン、いいね、20でかい。あとは気合でオーブ1個、うんうんうん、たまったろ。引くね、いいね、やりやく引けてますね。9091%、まあ、よっぽどよっぽどっすね。頼むぞ、もやもやもや。ゴブリンロードじゃない。え、いや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 、はいはい、ああよかったよかった。そらさすがにそんなもん91%パーで外してるようじゃ打ったらあかんすよね、さすがに。そうよね。さあ頼むぞ、報酬。あー、ダメか、連撃取れへんよな、アルティメット。あー、けどあと2連、あと3連、これが今6なんで、あと6、7、8ダメ、15%。
でもまあ見えてきましたね。見えてきた。これはしかもメダルもう1600枚出てますから。あー早いねやっぱ。はい、いやこれよく乗った方ではあんねんけどな。でも足りてない。ああ。いやでもいずれこういうのも超えんと。そうなんよそうなんよ。絶対に8は届かんすから。そうなんよ。頼む 48% なんか今違う気する。1個後か1個前とかなんか。48ゴブゴブ47やった。頼む1ゲーム目からよしいったろ。うまい、よかった。素晴らしい素晴らしい。あるこれある。さあ連撃、ほなもう連撃気合い入れていかんと。そうやね、もうこっから始まってますから。これが3000万につながる可能性ある。あいいよ頼む。くーここなんだよな。どっかで 10% 取ってた。いやでも 20% ここでね、40とかまでいきれば。そうだいぶ楽になると思う。よしこれで 50% おとりあえずは乗った。うん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 、こっからやね。残り30ゲーム、まだまだ伸ばせる。いや70とかまでいけばやっぱ全然雰囲気違いますもんね。いいね、うまい。うん、全然違う。頼む。ああない。やっぱさっきまでのなし。大丈夫。 52% はある。大丈夫、続く方が多いんだから。マジで頼むぞ、マジで頼む。ホブコブリン頼むぞ。やべえマジ。あいやー嫌です。あー終わっちゃった。あー7か、惜しかったな。いやマジかよ、ここで引き戻せ。もう32以降続いたの初めてです。ここあ本当だ、引き戻して。じゃあほなもう引き戻してよ。あずる。これは大丈夫でしょう。おう、そうね、追加でね。青突入ゲーム絶対リプレイ説こっからなんですけどね。あ一斉はいいよ、一斉はね。よいしょ、 OK、 もう一丁いけ。よし、うわー、あのまで行きよった方がいい。ものにしろこれは絶対。いった、いった、おお、やっといったぜ。はあよかった、キュインキュインしましたね。ああ、入ってこい入ってこい。そんな効果ありません。ないの、注意書きテロップ出しておいてもらわんないの、はい、医学的には。じゃあもう歌んわ。よし、696ゲーム、投資が全部で36です。よし、準備中が超絶大事っていうことももう周知の事実ですから。お、ここで引いたらそうね、一回はもうちょっと貯めとかないかんみたいなところあるよね。そうっすね。まず。せーの、左。完璧。おい、ああ、そりゃそうよ、そりゃそう。何年やってる思ってんの。べきじゃないよ。あ、チャンスか、こいつに対して。あ、チャンス。
準備中に意味があるだいいよなけど。いいんですよ。あのまあ。デフォルトか。まあ、けど分からんもんね。そうっすね、うん、これで上位もあり得る。61% 頼む。赤文字とか出たからな。あと1回、とりあえず1回引いて。よし、こっからリプレイ。どう？いった。レア役引いてもいいし、そのまますんなりリザードマンから。リザードマンは無視します。オッケー、ナイス、素晴らしい。703、やったやった、よっしゃー、うまい、うまい、あー危ねー、うまい、シューマイ。移動してまいりました、はい、525ゲームね、はい、最悪あと1000ゲーム。いや、いいと思います、うん、いいと思います。そういう感じでいきましょう、いつも通り。いや、作れ。あー、デフォ。いやけど 50% が 60% になったのはでかい。ヤロさん、はい、62% です。 62% でかい。 62% はね、お願いします、お願いします。ゴブゴブ、やばい。マジかよ。いや、きつー、ムズゴブリン、やらかした。強制よ、強制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 、引き戻して、引き戻して、引き戻して。こんなもんマックスよ、うん、一番いいやつ引いたよ、うん、レア役会の中で、うん、これすらやっぱいかんすもんね、うん、普段、うんうん、第一段階突破した感ある、今の。ありますね、うん、緑文字、うんうんうん、チャンスゾーンとかじゃないぞ、欲しいのは。赤い、しかも逆から。おー、これは、これはもらいましたか。もろたか、もろたか、はい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 、女神官が、さあバトル、バトル、それはやってくれたの。それはすなわち、それあけど緑、緑引き戻してよ。ジャッチャか、お、 OK、 ナイス、今です。これ40ゲームまでいけるぞ。何ゲームに行ったっけな、50ゲームぐらい。お、ストップ中、ストップ中とはいえ赤ですから。お願いします。ういー、しゃー、うまーい、よし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 、お早い初当たりです、素晴らしい。上のゲーム室で88、あ、こっち80でしたね。助かります、あれです、任せてください。8連でいいんですかっていうね。あ、いつもとはやっぱ声色違いました。いつもよりちょっと低かった、ね、低かったっすね、うん、
もう怖い。ただ喋ってるよ、女進化喋ってます。あ、それもチャンスなんだ多分。普段喋んないんで、はあはあ、さあ来い。いやいやマジ、そうだろ、72やぞ。俺が戦うわ。もうさすがにそれはもう全然無理です。この台も一発819に引いてます。あ、いいね。さあお待たせいたしました、踏みました、おめでとうございます。1500ゲーム頼むぜ。80%取っとけよ。大丈夫か。あー、なるほど。おー、はい、1528、こっちは1537になってるけど。さあ 50% でいいループモード、はい、ループモードっていう言い方でいいかな。 80% のループモード、 80% のループモードいきましょう。ボイスに注目。あれ、もしかしてやっちゃいますか。いえ、いや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 、まあ絶対いいとは限らんもんね。いや、まあデフォが多いんじゃないですか、ね、そういうことだと思います。はい、信じる気持ちが大事だから。回してるうち分かりますね、80って。そうだよね、はい、オーブもらった時に30とかが出るようであればっていうことやね、はい、一番分かりやすいのはそれやね。いや、でも伸ばしましょう。伸ばそう、絶対伸ばそう。はい、ゴブリンの洞窟、履歴内1個の弱チェもしくはスイカもしくはゲーム数当たってる可能性もゼロではない。そうか、線のとこか。はい、40% かー、うわー、間違え。お、喋った。そして強チェであれ弱チェ。山田っす。おい、シザか復活か、後者であれ。シザかい。さあチャンスオン、まあ、もうちょっと付き合ってくださいよ。いやもちろん、はい、強ちゃん、暖かく、暖かく違うっけな。え、強ちゃん暖かくやったような気する。ああバリ引く、もうダメ押し、ああダメ押し、あったかく、強風、強風襲、ああすごい、もうすごい、えげつない、ダメ押し、あったかく、あったかく、あったかく。80%になれ。1050ゲーム、後継続っていうのは自分で持ってくるもんでしょう。ああそういうこと。舐めたことしてるから。
今のは完全にそれだった。あんなふざけたらあかんねや。ダイバー見てんな。ああ見られとる。さあやっと 10%。弱いんか。おるんかい。OK。決めてください。決める。マジで決めてください。ね、頼む。よし。ここまで来た。おお、ナイス。頼む。よし。おー、早かった。よかった。やり直せます。はい。お願いします。やります。だいたいこれですからね。まあそうっすね、はい、だからって話だから。あ、けど引き継いでろ枚数は。でも1セット目かやっぱ。よし、何も引いてないのに。何も引いてないのに。おろおろ、ジャッジメン 32% でした。ちょうだい。ある。おー、これはでかい。よしよしよし、かまへんかまへん。 10%。 気づいたんや。はい、何もできんで 80% もらった時しか継続してない。さあ 30% 30%。 頑張れ。 30% でも通るとこ見せて。取るわ。いてて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 て
むずいよ。ダメでしたね。呼ぶゴブリンになってしまったわ。呼ぶゴブリン、あー確かに。もう何がダメやったって聞かれると、はい、僕はやっぱ7まで行った時決めきらんとダメでしたね。いやバリアで取ったよ。そうっすよね、バリアで取った。 45% 突破とかもありましたし、なんかいいタイミングでボーナスついてストックしたりとかもありましたし、そうそうそう、まあ、あとは俺天井ね。あーまあね、 80% 取れてりゃどうなったかわからん。またちょっと変わった未来はあったのかなって思うけど、なかなかやっぱアルティメットループへの道のりは遠いっす。まあそりゃそうよね、けどね。いやまあまあ、強いんだもの。そらそうなんすよ、強いんだもの。そりゃそうなんすよ。僕が376かなんか使いまして、回収が600枚ぐらいです。650枚、すいません。まあ2000枚が効いたよね。だからね、そうっすね、2000枚持っててよかったという、はい、確かに、はい。で私最大2連でしたから、投資も重ねてしまって67本、はい、で回収が350枚ね。いやーまあ89に引けてたらとか、天井 80% 取れてたらとか、僕7連まで行ったやつあれ8連まで継続させてたらとか、もういろんなことありますけれども、まあ、だから1個なんかこうボタンかけ違えてなかったら多分今大変なことになってる可能性もあった、ね、ってことを考えると、う、ね、どっかでどっかで打ち続ければどっかでやれると思うんです。まあね、ちょっと覚悟が足らんかった俺正直。なるほど、10万持ってきたら一緒っていうだけだったから。はい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 、はい、なんなら金じゃないですもん。2万握りしめて引けるやつ引けますもん。そういうこと、はい、やっぱね、そういうとこだったなっていう。そうっすね、うん、なんかちょっと負ける気でいたんかもしれないです。なんかね、なんかね、はい、5号機にあったような切りつける台というか、はい、そうっすね。あとは本当は AT 中はやるべきことがすげえ見えてるから、はいはいはい、こうやれなかった時に自分のせいにはできるかなと。なるほどなるほどなるほど。大のせいにしてしまいがちやん
なんかやってんじゃないのかな、これ継続みたいな。ありますね。だけど、あの 100% に持っていけない自分たちが悪いんで。ちょっと今来ましたわ。食らいました。食らった？やっぱ 60% 70% とか取っときながら継続させられなかった僕のせいでもあるっていう。ああ。グッときました。まあでも、これでプレゼントはなしということで、すいません。で、楽しいところもなかなかお見せできずということで、まあ、2000枚出てこの感想出てくるっていうのは大のポテンシャルがすごいってことだと思ってますんで。そうやね、はい、スタートラインじゃないからね、2000枚が。なので皆様におかれましては、天井まで行った方はしっかり 80% 取る、はい、で売ってる最中は8192を引く、で何としてでもアルティメットループにぶち込むというのを目標にやっていただけたらと思います。それではまた次回の新大喜利でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。新大喜利。